皆さんこんにちは、ワイワイラボの小野です。今回ご紹介するガチャはこちらになります。早速開けてみます。これは何かと言いますとこちらです。カプセルコードリール2です。なんと負ける遊べると書いてますね。全部で5種類となっています。こちらはですね、スマートフォンなんかのね充電ケーブルを巻き付けることができるカプセルコードリールです。さあ全5種でね色違いがあるみたいですね。まあ白黒なんでね色違い分かりませんけど、まずはレッド、スカイブルー、ゴールド、ホワイト、グリーンとなっています。ゴールド気になりますね。白黒でわからないんですけど気になる。こちらにね使い方書いてます。1番灰色のキャップ部分を外し1の穴から、2の穴にコードを通してくださいと、2番ドラム部分を回してコードを巻いてください、3番おっとっと3番キャップでコードを固定してくださいと、このやり方で、カードを巻くことができると。ちなみにね充電コードは付属しませんと、充電等を行う際は本商品から取り外してください。あーなるほど、これ巻いたまま充電しちゃいけないんですね。まあ、何か聞いたことありますね。充電ケーブルとか電源ケーブルとかそういうのはね巻いたまま使うと熱を持って危ないというのは何か聞いたことがありますんでね、充電するときは皆さん気をつけてください。さあではね何色が出たんでしょうか、見ていきましょう。お、カプセルの色とほぼ同じグリーンですね。こちらねグリーンが出ました。ビニールに、ね、入ってます。しっかりこれねなんだろう圧着というんですかね、密着されてるんでハサミで開けましょうね。さあ出てきました、グリーンのカプセルコードリールですね。本当はですね、電源ケーブル、電源の延長ケーブルっていうんですかね、それと本当同じデザインですね。ね、ここにケーブルが入れれるのかな。じゃあね、実際にこれからね、充電ケーブル巻いていってみたいと思います。さあ、こちらにね、充電ケーブル用意しました。ではね、早速このケーブルをね、巻いていきたいと思います。まずはここの灰色のキャップを取ります。これを取ります。そしてこのスマートフォンに挿す方をここですね、この穴を通してここに通します。そして巻いていくと、あとは巻くだけです。さあくるくる巻いていきましょう。意外に不器用な、僕が不器用なのかな、巻きづらい感じがしますね。手先の器用な人はねもっとスムーズに巻けるのかもしれないですね。さあ、よっしゃ、きたー、よし巻き終わりました。まずはね巻き終わりました。さあ巻き終わったらこれですね、キャップを戻します。よしと、はい入りました。これでねしっかりケーブルがねコードリールに収納できた、巻き付けることができました。ということで今回ご紹介したのはカプセルコードリール2でした。